こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は超初心者のためのドラム、ジャズドラムソロのコツということですね。僕は5分でわかるドラムソロのコツみたいなのを一番最初、もう2年前ぐらいですね。もう今からね、数えてね、2年前ぐらいで、もう5万回ぐらい回、ね、再生させていただいて、ありがたい限りなんですけど、あれはもう本当にね、一番最初に作ったんで、この辺でビデオ1本だけやって、何にも、それ以外何にもせずに適当にバーって撮って、で、まあ切り張りして、譜面つけただけなんですけど、まあやれ、その、音声ピンマイクつけるあだこだっていっぱい言っていただいてですね、今はもうピンマイクもちゃんとつけてですね、まあ、ちゃんと外音も取ってですね、頑張ってやってるんですが、というわけで、まあ、焼き直しということもあるのと、あとですね、実際にこうワード A をどうやって使えばいいのか、結局僕の生徒でもですね、あのビデオ見てごらんってやってやると分かるんだけどできねえっていう話をされるんですね。なんでできないのって話をすると、タドンをどこで使っていいか分かんないみたいな。全部タドンでいいんだよって話をするんですけど、というわけでそういうところもちょっと織り込んでね、お話ししていきたいと思いますね。じゃあまず基礎練習からいきますね。ワード A の練習ね、これ簡単だから、すごいぜひやっていただきたいんですけど、ハイハットできたら踏んで、これまあ2週か4週ぐらいしてもらってクラッシュして終わる。スネア、ハイタム、スネア、フロタム、別にハイタム、スネア、フロタム、スネアっていうの、まあ人によって違うと思うんですけど、加工していくというよりかは上下していく。これタムあるけどこれ使わないんで、ドラムってワンタム、ワンフロアでしょ。だからメロディーなんで上がったり下がったりする、加工するだけじゃなくて上行もするしみたいな感じで練習してもらうといい。そうするとこれだけでフォーバスですよ。だから2周してクラッシュしたらフォーバスなんで、これこのままアホみたいに毎回毎回これやっても、まあジャズのワードなんで同じこと言ってるなーって感じだけど、全然平気ですからね。ぜひ使ってください。で、なので今日僕6つぐらい作ってみました。タドン使ってやれという話ですね。で、タドンだけだとちょっと難しいんで、この超初心者用には僕は必ず基礎練習にですね、シンコペーションブックゼロっていうのをやらせるんですけど、このシンコペーションゼロっていうのと組み合わせてやるってことですね。まずエクササイズ1ですね。これはもう A だけでできます。なので4バースですね。こうするとめちゃくちゃ簡単じゃないですか。これで全然いいんですよ。これでね、ジャズのワードなので、他の楽器の人はこれで全然だからね、なんか無理やりやろうとするからみんなリズム崩れてぐちゃぐちゃになるだけなので、そうじゃなくてこれちゃんとできてるんですよ。これ A メロ1つのフレーズを提示しました。で、2回にしたらこれフレーズ変わっちゃうでしょ。だからこれで B メロ読み終わったらこれ A、 要は AABA 構成にちゃんとなってるってことですね。だからこれ ABAB 構成するんだったら、これ書いてないですけど、うん、何でも全然変わる。左手も使ってないし、これ難しければハイハットなしでもいいです。誰でもできそうな感じがするんですけど、これがみんなできないんですね。これで全然ジャズワードになります。で、このシンコペーションベーシックゼロ、僕が作ったやつね、これを入れると、このモチーフを、あれの中の1小節目を使って2小節目使ってね、そうすると1つの提示してそれをタドンで終わらせるっていうことですね。語尾をタドンにする。1,2,3,4 だいぶこうもうソロっぽくなってきたと思うんですけど、で、これタドンひっくり返す、先に語尾じゃなくて先にタドンでいっちゃう。こんだけでドラムソロできるんですね。だからこうフレーズ的にはタドンっていうのが表拍なので、表拍もうその理論的なことはもう前のビデオ見てもらえばいいんですけど、まあ表拍で終わらずにもう一個音を付け足すのに足を入れてあげれば非常に簡単にドラムソロができるということですね。で、今度、これをだから2拍ずつでやっていきます。なのでタタタンっていうのが、まあ、音符で言うと3になるんですが、3とタドン、それをタムに移動する。そうすると AA ダッシュみたいなねって感じでできる。で、全然違うの。タッカタン、タカタカ。で、タッタタン、タトンっていうのは、タタタン、タトンをモチーフにしたら、やっぱ AABA の構成にして作ってあげる。タドン
の場合はそのまま頭に向かうので、うったたんってフィルインはなくて全然いいですねってやると、これだともう超初心者でも全然できてしまうけど、構成までちゃんとしてるわけですね。これもだから ABAB の構成を自分で作ってみればいいですね。でタドンに関してはタッドンっていうのはこれ音階を変えてるってことですね。これですね。だからタッカタン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 、うん、タッカタン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 、これはタドンの音階を変えたものを同じところで叩いてるだけなので、これもシンコペーションする、ワンツースリーフォー頭に向かうので、このダンダンのフレーズ、なんか困ったらダンダンをやる。やればなんかいろいろ手癖を持ってる人が最後タンタンとか、それをタドンってやると早い感じ、タッドンってやるとちょっとゆったりする感じっていうのを使い分けてね、語尾をタッドンにしてしまえば、まあ、いきなりちょっと初心者よとか言って難しいことやっちゃいましたけど、自分初心者よって言ってもいろいろロックやってる人とか手動くでしょ、何をやっててもいいんです。だからもうロック系のこれあのディープパープルの有名なフレーズですよ、ダダン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 ダンダダ、これってこれってあのワードの A の音階変えたやつですよね。だからこれも、うん、っていう風にね、だからジャズは初心者だけどロックやってたっていう人はいきなりロックのフレーズやると結構みんな嫌がられるんだけど、このように持っていくとタンタンっていうこの音階を変えた A を持っていくと超初心者でも全然叩けるんですよ。だからこう考え方とかこれを作る練習を要はするわけですね。これはもう相手のフォーバースの相手のフレーズを全く拾っちゃいないんだけど、とりあえずジャズワードで喋るっていうのがまず大前提なので、ジャズワードっていうのはこの A とあとこのシンコペーションベーシックっていうののフレーズを使えば全然できますよっていう話ですね。ダンダンっていうのはさっきやったみたいにひっくり返してもいいし、しかも最初クラッシュ要はシンコペーションなので。アホみたいと思うかもしれないけど、ずいぶんジャズフレーズですよ。これだけでね、こんだけのことでジャズのドラムソロってできるんですね。ここを皆さんはこうああだこうだああだこうだもうすごいね、まあ、あの悩まれてこられる人がいるんですけど、ジャズドラムソロってどうやってやればいいですかみたいな感じで言われるんですけど、あの僕のワード A 使ったらいいって、ああ使えないんですとか言って、使えないんですってなんでだっていう話をすると、結局まあどう使っていいか分かんないってことなんですね。どう使って分かっね、ちゃんと説明したつもりなんですけど、今回まあそういった意味で違う角度から解説してみました。なのでこのエクササイズ6番までは、メルマガの人、LINE 後の人は、送られていきますので、これ自由に使っていただければいいと思いますし、これを、これ下ちょっと4段開けてあるんですけど、これ自分で作ってみてください。これでね、自分で作ってみて考えて、だから ABAB とか ABAC とか AABA みたいな一つのモチーフ使ったら繰り返すといいんですよ。そうすると4小節なんてあっという間、もうちょっと喋りたいぐらいに思うぐらいあっという間に終わりますから、なのでこんな感じで練習していただければと思います。というわけでステージ1、僕のあのまああの教材ではステージ1ステージ2ステージ3って4まであって、5はもうプロ用なんですけど、1から4まで全部作っていこうと思いますが、ワード A をとシンコペーションベーシック0を使って練習してみました。シンコペーションベーシック0も、ワード A も別々に動画がありますので、下にリンク貼っておきますから、そこから見ていただいて、まあ、その辺を見ていただいて合成するとこんなことができますよというお話でございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。